実際に話みんな八角理事長が一番教会で一番トップだと思われてるけど、実際は八角親方ってもう俺らの時にもう票がなかったんですよね。八角理事長は、うん、まあそうです、そういう票がなかった、うん、票を大熊親方が票を渡して、んでそれで票で理事になったわけですよね。そうそうそう、そうみたいなね、うん、やっぱり理事長をさせてもらったっていう手前があるから何も言えないですよね。言えないですか、うん、やっぱりだからじゃあ実質的の裏の理事長っていうのは小熊さんっていうことですか。そう、間違いないよね。間違いないですか、うん、そういうことはみんな一般の人は八角さんが悪い、八角さんが悪いって言うけど、八角さんはそんな悪い人間でもないですよ。悪い人間じゃないんだよね、ただ言えない立場であって、鷹の花の味方、敵取ってって言うの、俺はっきり言って、自分の弟子がさ頭前勝ち割られてね、血だらけになってさ、反対に前やった方の親方が前クビにならなきゃいけないよ。なんで鷹の花が前クビになるんだ、それで。そういうことも許せなかったよな。で鷹の花はね、年寄り会の総意でクビになったという状態を作ったわけ。オグルマはずる賢いから自分の手は全然痛まれてないわけだよね。年寄り会で決まったことだからって。まだあるんだ、いっぱい、まだいろんなことがあるんだけど、これやったら相撲協会潰れちゃうんだもん、ことはあるわけね。オグルマよって本当は俺とお前との勝負するぞっていう。